構造体は信仰を持ってはいけないのですかそれとも指揮官殿が私の信仰の対象になりたいのですかあなたの命令は私が全うするべき使命です。今の時間帯はエネルギー摂取と休憩をとることをおすすめします。ごきげんよう。 粛清部隊隊長のビアンカです。今は、ハイガラス正待と同行させていただいております。私、まだ強くなれるのでしょうか願いを叶えるためにもっと力が必要です。粛清部隊では、このような報奨はありませんでした。習うより慣れです。スキルは熟練した方がいいですよ。武器の更新ですか ありがとうございます、指揮官殿。指揮官殿のために全力を尽くします。隊長の仕事はお任せください。ミッションが完了しました。基地に戻って報酬を受け取ってください。ミッションを完璧に成し遂げたら、エデンから報酬が配られます。きちんと受け取ってくださいね。もうお仕事の時間ですよ、指揮官殿。今の時間帯は、 エネルギー摂取と休憩をとることをお勧めします。人間は十分な睡眠をとる必要があります。今のうちに休憩してください。基地は私が見張っていますので、ご安心ください。少なくとも私は指揮官殿と一緒に戦いたいと思っていますよ。はい。こういうこと、嫌いじゃないですよ。他の指揮官と、 こんなに親密になったことは今までありませんでした。どうやら私は付き合いやすい人らしいですね。指揮官殿と一緒にいるととても落ち着きます。こういう関係になりましたけれど仕事については甘やかしませんよ。信徒と信仰は二つで一つです。私を大切にしてくださっている気持ちをとても強く感じます。 疲れたら休憩してくださいね。でも、仕事の時間はさぼらないでくださいね。指揮官殿、まだいらっしゃいますかここにいても、あなたを独り占めすることができないのですか体が壊れてからでは、もう遅いんですよ。その時に後悔をさせないでください。早くお休みください。私の話も、 耳に入らなくなりましたかあなたに会えてとても嬉しいです、指揮官殿。準備ができました。いつでも仕事を始められますよ。今日は時間通りですね。とてもいいことだと思います。なぜか指揮官殿に会うと少し緊張してしまいます。長い間、基地に来ませんでしたね。何かあったのですか 随分しばらくぶりですね。会いたかったです。お、お帰りなさいませ。指揮官殿、このような行動は構造体に良くないです。指揮官殿、おやめください。この遊び、そんなにお好きですかもう、好きなようにしてください。あの、指の治療はいりますか これは面白くありません、指揮官殿。もう、好きにしてください。もういいです。私もそろそろ慣れました。よくできました、指揮官殿。活躍度がマックスになりました。いい戦いでしたね。戦場の清掃はお任せください。指揮官殿は、次の戦闘の準備を。滅びなさい。 残悔しなさい。主は許しません。この矢は、あなたへの哀れみです。主のご加護があらんことを。指揮官殿、今は引いた方が得策です。始まりの地へ、戻ります。協力させていただきます。了解です。いい戦いでしたね。